AM2900 は AMD が1975年に発売した集積回路のファミリーである。これらの IC は機能的にはビットスライス方式でプロセッサのセットを構成するものであり、プロセステクノロジーはバイポーラトランジスタである。それぞれがコンピュータ制御装置の異なる側面を表すモジュラーコンポーネントとして使用できるように設計された。AM2900 ファミリーは ビットスライス方式であるため、データ、アドレス、命令を4ビットの任意の倍数になるように Q を実装することができた。このモジュール方式の大きな欠点は、単一の CPUIC でできることを実装するためにより多くの IC を必要とすることであった。AM2901 チップは演算論理ユニットであり、シリーズのコアである。4ビットでカウントし、 バイナリ操作や様々なビットシフト演算を実装していた。2901とファミリーの他のいくつかのチップは1975年のモトローラとレーセオンを皮切りにサイプレスセミコンダクター、ナショナルセミコンダクター、NEC、トムソン、及びシグナティックスなど非常に多くの他のメーカーからセカンドソースとして供給された。ソビエト連邦とその後のロシアでは アム2900ファミリーは1804シリーズとして製造されていたロシア語1804-1が2016年現在も生産されている。例えばあるのみ使用、というものもあればシステム全体として本系列を採用しているものもある。以下では特に識別はしていないアム2900ファミリーデータブックに掲載されているものは以下の通りありがとうございます。